ぱり朝早いのは苦手だよ。でも顔洗って学校行かなきゃ。愛ちゃんとみどりちゃんが待ってるし。何この数字。戦闘力が可視化されるとどうなるのか。おはよう。うわ、お前も数字出てる。やっぱお前もかよ。みんなの頭の上にも数字が出てる。この数字何なんだろう。あ、朝起きたら突然浮かんでたんだよね。見た目だけで触れないっぽいし。何かを表してる数値なのかな。何かって何の数値。私が一番多くて、愛ちゃんとみどりちゃんが少ないものってことだよね。予想しようにもサンプルが少なすぎてわかんないって。ちなみにうちのバーヤとジーヤは16だったんだよ。ジーヤとバーヤってあかりの家の使用人でしょ。確か結構な高齢の。っていうことは年齢じゃないよね。年齢だったらあかりは200歳になっちゃうしね。私そんなおばあちゃんじゃないよ。あかりが多いってことは赤点の数とか。違うもん、200個も赤点取ってないよ。赤点の数だったら愛ちゃんはゼロじゃないかな。確かに緑も赤点は取ってないし。ねえってば、聞いてよ。絶対に赤点じゃないって。この数字の意味分かったぞ。これ戦闘力なんだって。なるほど、戦闘力か。よかったね。だから言ったでしょ、赤点じゃないって。あかりの戦闘力は200ってことか。確かにあかりはバカ力だし納得。あかりちゃん運動神経いいもんね。すごいな。えへん。でもなんで突然戦闘力が見えるように。さあ、でもこういう変なことが起こるってことは原因は大体悪魔、それか魔法道具か。後でマネージャーに聞いてみよう。うん、悪魔なら倒す必要があるし。おい、俺の言うことが聞けねえのかよ。協力。なあ、熱しおごれっつってんだろ。ちょっと交番に行ってパン買うだけじゃねえか。安いもんだろ。なあ。でもそれってパシリじゃ。僕今月はお小遣いが。はあ、断るっつうのか。痛い目見たいのかよ。見ろよこの数字をよ。176と68、どっちが強いのかわかるよな。俺お前の倍だぜ。いいのか逆らって。やめなよ、困ってるじゃないか。はあ、何喧嘩売ってんの。そういうわけじゃない、ただ人を困らせるのは。つかお前112じゃん。それで喧嘩売るとかやるね。ええよ、俺に殴り合いで勝てるならな。でもさ、どっちが勝つかなんてわかるっしょ。あかりちゃん、やめなよ。あ、今度はなんだよ。そういうのよくないよ。クラスメイトなんだから仲良くしようよ。はあ、何甘えたことを。おっと、こいつの数字200だと。俺より高いじゃねえか。ああ、いや、これは違うんだよ。ほら、こいつを守るためっていうかさ、俺たち仲いいよな。なあ、今のは守ってないでしょ。傷つけようとしてたよ。ちっ、めんどくせえやつ。だってせっかく力があるんだからよ、使わないなんてもったいなくね。お前もそう思うだろ。思わない。力っていうのは人を傷つけるためにあるんじゃないよ。ああ、もううるせえな。こんどけよ。あかりちゃん。あかり、ん。このくらいの差なら勝てるかもしれねえな。協力。愛ちゃん、どうしよう。先生呼んでくる。そうしたいけど、でも下手に動いたら目をつけられて火に油を注ぐことに。ほら、立てよ。かかってこいよ。お前を倒して俺はもっとでっかい数字に。なんでどうして机が浮いてるんだ。あれは悪魔。まずいって、なんで教室に。人間いっぱい。うわー、なんだよ。ナスカ。待って、そうはさせ
させないよ。あ、なんだよ、逃げてねえ人間もいたのか。まずお前らから食ってやる。あかりちゃん、今なら変身しても誰も見てないよ。みんながいない隙に倒してやるんだから。魔法少女の姿の方が戦闘力は高いってことか。魔法の力って強いんだね。みんな来るよ。お前らは俺が来る。やれるもんならやってみなって。水よ、かの者の動きを封じよ。風よ、あかりちゃんの炎にさらなる力を。火よ、くらえ。大きさはパンチ。急に静かになったな。一体何があったってんだよ。行ってみるか。なんだよ、何もねえじゃねえか。おいおい、お前ら驚かせるんじゃねえよ。つか何その格好、コスプレ？ウケる。おい聞けよ、無視すんじゃねえ。あ、んだよてめえ。てめえ、お前性格変わって。いや、俺に勘つけるとか何様だ。やる気か。みどりちゃん、なんでいきなり元ヤンモード。うっせえぞザコ、耳元でピーピー騒ぐんじゃねえ。うっせえって。ガンつけてんのはてめえだろうがよ。さっきあかりちゃんを傷つけようとしただろ。絶対許さねえ。はぁ、てめえ俺に勝てると思って。ゴーク、今さらおじけづいたのかよ。無駄だっつーの。ちなみにあかりとみどりに喧嘩売るなら私も買うけど。え、こっちもゴーク。二人を傷つけたりしたら許さないからね。もうみんな大げさだよ。彼もそういうつもりじゃないよ。でしょ。もうしません、許してください。あれ、いっちゃった。解決。ごめんなさい。魔界の影響で現実世界が一時的にバグってしまったようで。もうしっかりしてよね。おかげでこっちは大変だったんだから。魔界もバグとかあるんだ。ちゃんとこちらで記憶の後処理はしておいたので。そんなこともできるんだ。じゃあ、あの数字のことはみんな覚えてないのかな。はい、そうなります。ま、魔法少女を見られちゃったし、その方が嬉しいかも。なんだ、体が勝手に震える。ごめんなさい。なんであんなに怯えるんだろう。私何かしたかな。あいつ、あかりたちにガンつけられたこと実は覚えてるの。え、でも記憶は消したんじゃなかった。え、そのはずですが。ってことは体に染みついた記憶ってこと。怖。本日の結果、戦闘力で勝利？チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。あなたも魔法少女になろうよ。